今週もくのじゅんチャンネルの時間がやってまいりました。よろしくお願いします。最近出た本を紐解きながら歴史の捉え方をお伝えするシリーズということでですね、はい、もうずっとしつこく言い続けてますが、2年前の2月から、ロシアによるウクライナ侵略は続いております。で、そういう中でもね、ここまで何回も言ってきたように、情報戦で、情報戦と密接に関わる歴史戦が重要だということを言ってきました。で、情報戦で負けるっていう時に、結局もともと日本が、こういう歴史悪いことしたとか、日本は悪い国だとかいう歴史観に染まっていると、しっかりと国を守ろうとするとか、守ることが必要だと認識することすらできないかもしれないわけですね。日本においてはこの歴史戦というのが常に戦後後手後手に回ってきたので、まあ近年ようやくそれが挽回されているということになるんですが、で、それに、まあね、もうはっきり言っちゃいましょう。それに逆行するような本がね、まだこの度出たわけですが、今年の6月に出ました。保坂博さんの首里城と沖縄戦、最後の日本軍地下司令部ということで、こちら集英社新書で、今年の6月に出版されています。で、著者のプロフィールを巻末から拾っておきましょう。保坂博、1949年北海道生まれ、琉球大学法文学部元教授、沖縄戦を中心とした執筆翻訳を行う、戦争動員とジャーナリズム、軍神の誕生、硫黄島沖縄戦場日記などって書いてますけど、まあ著書、そういう著書があるということでしょうね。で、教著に、争点沖縄戦の記憶などがあるということで、はい。まあもうこれは、帯をこうやって見返しただけで大体この著者の思想が分かってしまうんですが、帯やアマゾンの紹介文をちょっと見ておきましょう。首里城地下の日本軍第32軍司令部の真実。2019年10月の火災で焼失した沖縄那覇の首里城、焼けたのは平成に再建されたもの。だが首里城が失われたのはこれが初めてではない。民間人を含む20万人もの犠牲を出した第二次世界大戦の沖縄戦では、日本軍第32軍が首里城地下に司令部号を構えた。交戦の結果、米軍の猛攻で城は城壁を含めほぼ完全崩壊し、こと首里もろとも死死累々の焦土となった。死体がたくさん積み上がったような悲惨な状況になったということですね。ならば、令和の復元では琉球王朝の建築だけではなく、司令部、地下司令部の戦跡も可能な限り整備公開し、日本軍第32軍の戦争加害の実態と平和を考える場にすべきではないか。この問題意識から沖縄戦史研究者が日米の資料を駆使して地下司令部号の実態に迫るということで、はい。まあ、この書き方からもすぐわかるんですが、この第32軍の戦争加害と言っています。まあ、もちろん、軍の中に、まあ、末端で悪いことをする人とか、あるいは軍の行動や戦闘の結果亡くなる方がいたのは事実なんですが、その個別の事例を言い出したらこれはもう戦争できなくなっちゃうわけですね。いいとか悪い以前の話でね。で、その大枠として、はい、祖国と郷土、この場合沖縄を守ることが一部の学者にとってはこれ戦争加害だということなんですよ。まあ、これ一部じゃないかもしれません。近代史を専門とする、研究者、いわゆる歴史学者という方々のまだまだ大方がそういう考えとか思想を持ってるかもしれませんよね。はい。で、まあだからそういう、それがどういう意味かと言いますかね。だから、どういう論理で彼らがそういうことを言ってるかというのを、まあ、この本を読み進めていけば、だんだん分かってくると思うんですが、まあ、その中で、首里城がこれ、この本の主役の一つなんですが、ここですよ。首里城って歴史上実際どうやって残されたのか、これも重要なんですね。実は、そこの重要なところを、この本はすっぽり抜かして知らんぷりしてるわけですよ。そこもちょっと、おいおい、ちょっとお話ししていきたいと思います。そして、それらを踏まえて、その、昨今の沖縄のね、反戦世論といいますか、反戦ムード、純粋な平和とちょっと違う、なんか反米親中のムードですよね。正確に言えば、つまりアメリカの基地は出ていけっていうんだけれども、まあ、中国はいらっしゃいみたいな感じでね、今の知事に代表されるような、そういうオピニオンが、まあ、はびこってる根本原因は何かと。私、沖縄の方が嫌いとか沖縄の人が間違ってるとか、そんなことを言ってるんじゃないんです。そうじゃなくて、なぜ、そういう風な考え方が、まあ、これ沖縄の人だけではないかもしれません。外から来た人たちの影響を受けたり、外から来た人たち自身がわーわー騒いでるという側面があるわけですけれども、まあ、それをね、まとめのところでも触れていきたいと思います。ただまずね、この本の著者に敬意を示すとすればですね。